マセキ芸能社は22日、元お笑いコンビホームチームで、新型コロナウイルスに感染している、ピン芸人の遊佐義明、43、について、症状が回復せず、現在入院しておりますと発表した。同社は公式サイトで、与え座の症状について、重い肺炎ですと報告。続いて、当社は、与え座の早い回復を願い、医療機関の指導のもと、感染拡大防止に努めてまいりますとしている。同社によると、与え座は4月5日頃に発熱、4月8日に保健所に連絡後、医療機関を受け身した。そこで検査を受けられなかったため、別病院を紹介され同日、PCR 検査を受け、4月11日に新型コロナウイルスに感染していると診断された。当時の症状は軽く、自宅療養していた。